乃木坂46の池田瑛社が、23日発売の雑誌、アップトゥボーイボリューム337の表紙と関東グラビアに登場。ミニ状の衣装で美しい足を披露している。池田瑛社、アップトゥボーイ、初登場で表紙混合の表紙を飾るのは、ご機器の池田。彼女はこれが本誌初登場にして、初表紙となる。22ページにわたる関東グラビアのテーマは、春林のミステリアスガール。どこか謎めいた未力が印象的な池田が、無国籍で商社な家が建て地並ぶ、海が見える街で撮影を実施。ここは日本かそれとも別の国か、現実なのか夢の世界なのか。不思議な世界観のグラビアに仕上がった。池田は、初登場にして初拍子ってめちゃめちゃかっこいいから憧れていましたと、独特のこと忌まわしで喜びをコメントした。柴田優奈、21歳初グラビア披露さらに、4期期の柴田優奈も混合に掲載決定。4月には舞台、恋と呼ぶには気持ち悪いでの舞台初主演も控える彼女。役柄に合わせて髪を15センチメートル以上切り、イメージもガラッと変わったタイミングで緊急取り下ろし。21歳になって初のグラビアは、元来彼女が持つ魅力である、元気でキラキラした魅力を秘めた小女にフォーカスした11ページになる。20歳の1年は、変わるきっかけをつかんだ、という彼女に、21歳に向けての思いもたっぷりと聞いている。裏表紙&巻末グラビアは菅原さつき、そして混合のラストを飾るのは、裏表紙を務めるご機器の菅原さつき。彼女に用意したテーマは、まっさら。巻末12ページのグラビアに登場する3ポーズすべて、白を基調とした基礎とし、素材としての菅原が再流通グラビアに仕上がっている。